これは結構しっかりしてますね、頑丈。1986年に浸水されていますから、もう随分経ちますね。古いボートです。だけどね、年式の割にはね、意外といいんですよ。大きなダメージもありませんしね。ダメージはこれ、ハンドレールの電飾、それとアクリルの劣化、それと割れね。あ、やっぱここもね、割れてる。アクリルはね、どうしてもしょうがないね。ガンネルはひどいへこみとかないですね。春回りはね、汚れちゃっていますね。まあ、でも磨けば綺麗になると思いますよ。後ろの部分にね、傷の補修跡があるぐらいですね。デッキの上は頑丈、一つもモコモコしているところはありません。正面の窓の視界もいいしね。この航海灯のレールはどう見ても曲がってますよね。やっぱり同じくこっちのアクリルも劣化してました。あ、この辺のアクリルのね、割れがあります。あの、年式総合です。まあ、傷や汚れもありますけどね、大きなダメージはありませんから、まあ、洗っていただければ綺麗になると思いますよ。ずいぶん長い間乗ってないんですよね。見てください、この船底の汚れ、カキがね、成長しています。ガンネルはこの辺にへこみや曲がりがありますね。アフトデッキは汚れてます。イケスも汚れてます。まあ、これは磨いてください。洗えば綺麗になるんですから。広さ的には 2,3 名が釣りができるって感じですかね。ここはね、燃料タンク、ガソリン約80リッター入るそうです。燃料フィルターもね、そろそろ交換した方がいいと思いますよ。ここにはね、バッテリー、いつ頃交換されたものかわかんないんですけれども、まだまだ全然バッチリだそうです。たまにエンジンはかけてますしね。これはね、クリートの電飾、まあ古くなればこうなるんですよ。ぐらつきはありませんけどね。ここもこんなになっちゃってる。これはもう交換すればいいんですよ。そんなに高いものではありませんから。アンカーウィンチはね、しばらく動かしてなかったんですけど、バッチリ動きました。ここに蓋があるはずなんですけどね、まあなくても問題ないです。コックピットもね、薄汚れてます。まあこれも洗ってください。ハッチの開閉は OK でしたよ。これはね、ヤマハの GPS 魚探、これは別売り、必要でしたらご相談ください。まだ綺麗なんですよ。ちょっとしか使ってないらしいですよ。このキャビンドアのね、ハッチのスプリングストッパーが効きませんでした。まあ、交換した方がいいかな。これは木製のキャビンドアね。まあこの腐食も見受けられましたし、大人が2人ぐらい横になれるスペースですね。法定備品はね、バッチリ揃っています。信号公園ぐらいかな、用意していただくのは。チルトの上下はこんな感じですね。遅いって言えば遅いですけど、こんなもんでしょう。エンジンのかかりはグッドです。たまにかけているそうですよ。浮き上がりも良かったです。水の出もいいしね。でもね、乗り出し前にはギアオイルの交換なんかしてくださいね。ただね、チルトの油圧がだんだん落ちてくるそうです。油断していたらね、下がっていて下の部分が汚れちゃったそうですよ。
さっきご案内したチルトですね、一気には落ちないんですけど、じわじわと下がってくるそうです。ストッパーが硬くなってたから木を挟んでいたんですけど、これが折れちゃったそうですよ。この状態で帰ったら、来たらこれが沈んでるんですよ。ああ、それでこうなっちゃって。それで使ったままになっちゃってたんですね。どんくらい使ってたんでしょうね。3、4ヶ月ぐらいは。